白羊です。コムコです。本日はポケモンスタジアム2で遊んでいきます。はい、1P が白羊です。 2P はポムコです。はい、じゃあやりましょう。前回は、まあ、前々回がポケモンバトルでやって、うん、まあ俺が勝って、で次の回がミニゲーム対決やって、あれは私の勝ち。いやでも全体的なチャンピオン俺がなった。いや違う。何あれはもうベロリンガのお寿司3本勝負で勝った私のあれは勝ちとカウントします。あれはあれはもうそうします。おい、何のためにやったんだよ。じゃああのチャンピオン決める戦い。怪我的一生いっぱいだけど。じゃあもうそれでいいな。だから前回は私の勝ち。はい、なので今一生いっぱいね。なるほど。じゃあこの、ほんで次まだちょっと遊んでないモードがあって。そう、今日はそれ。とにかくバトルがしたいっていう。まあ、書いてるけど、とにかく1秒でも早く、バトルをやってみたいという人はここで遊んでみてくださいという、そう。ゲームもあるんで。これはこう選ぶと、うん、もう勝手に 1P、2P で、うん、もう勝手にポケモンがパッてもう選ばれちゃうから、うんうん、それでそのポケモンを使ってバトルをするっていう。なるほど。じゃあ早速やっていきましょう。そう、やりましょう。はい、はい、うわ、俺御三家がいるな。え、ずるくね、それ。うわ、でもこれ、うわ、すごいメンバーだな。なんか、え、ちょっと待って、なんやねん。そっちがいいわ、私。そんなこと言われてランダムやからしょうがない。そんな言われたってさ、ちょっと何それ。いや、なんか俺ちょっと主人公感あるな、このパーティーメンバー。ちょっといいな。はってないよ。ないな、はって。なんで自分が主人公みたいな感じの言う方。いや、たまたまこうなって、そのメンツがさ、ポケモンのアニメみたいじゃんって話じゃん。いや、そんなもん別に。何、コイルだって謎の草だって主人公できるわ。そんな、まあ、できるけどよ。じゃあそのコダックもいるわ。霞のコダックやぞ、これ。霞のコダックなんそれ。そうよ。あ、そう。どうでいこうかな。じゃあ順番決めますか。あ、これ3体ずつだわ、ほら。え、どういうこと。え、じゃあ3対3で戦うってこと。ほ隣、ほら、ポケモンのモンスターボールの3つしかないから、多分、うん、この中から3人選んで戦う。だから相手は何を3人出してくるか分かんない。分かんないってやつ。そう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 。なるほど、うん、じゃあ行きましょう。どうすっかな。いや、でもね、うーわ、これちょっと逆に俺の方はちょっと分かりやすくなってる気がするな。ということは御三家を選ぶ気満々ですね。ということは私はそれに対策して選べばいいですね。はい、分かりました。で、俺はその逆をつくという感じかな。とか言って御三家持ってくるんでしょと思うでしょ。持ってこないんですよ、これが。どうすっかな。本当にどうしようかな、迷うな、これ本当に。じゃあもう私決めるよ。はい、最初は決めて、どうしようかな。あとは見ないで。じゃ、見てない。見ないで。手元を見ないで。ボタン、手元でボタンを押してんの見たら分かるんだから見ないで。どうすっかな。よし、決めた。早くない、決めんの。マジか、お前早っ。早く決めて。いいや、どうしようかな。優柔不断な男はモテないんだ。モテるつもりないんですけどね。よっしゃ、これでいきましょう。決まりました。あ、決まった。よし、はい、どうなる。あ、もうあれなんだ。いきなり始まるんだ。いきなり。よーし、一掛けです、私は。ちょっとこれ不利なのでは。あなたのためのバトルです。あ、でもどうだ。いや、でも、この時ってまだ鋼タイプない。鋼タイプってないよね。ないな。ってことは大丈夫か。大丈夫だと思う。何覚えてんの。おお、いいね、結構。はあ、俺は、まあ普通に行ってみるか。これでいくか。とりあえず最初だし。戦う構えに入って。よし、いいよ、いいね。マジで言ってんの。え、マジで言ってんのそれ。いいですね。さあ、こちらは、はあ、当たりませんと。ふざけんなよ、マジ。いや、だって地面効くでしょ、コイル、多分。いや、もうちょっとやだ。いやだって言われてもさ。いやだって言われても。いけ。ああ、効果抜群。
いやー強い。うわきついなこれ。いいね、10万ボルト。さあここどれぐらい効くやねこれ。激しく当たった。あ結構効くね。めっちゃ効いた。嘘でしょ。お前食らいすぎやってそれは。あ間違えた。なんかボタン押しちゃった。確認の。いやどうせ俺の方が早いから。俺の方が早いから。えそういう。は？いけ。そういうことじゃない。いけ。やだ。よし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 。まず一体突破。オッケー。いいですね。よーし。しまった。どうしよう。いいよ人影。今のダウンで。可愛いな。よし。バトルの姿勢に移って。なんで次。カラカラ。うわ、どうすっかなぁ。カラカラか。うーん、何が効くんだろうなぁ。ちょっとペルシアンの切り裂くみたいなダメージないかな。必ず急所に当たるみたいな。人影の切り裂く。いけ！うわ！当たり急所！さあ、今度は急所！お、急所に当たる！あ、でも全然効かねえ。あ、全然効かないなぁ。よかった。ここで自陣攻撃。え、効果抜群なの人がデジメント。なんで知らない。なんかこの時代のポケモンってよくわかんないよな。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。こいつやな。したらなるほど、メンバーはそうか。ここでサンドの登場。行くぜサンド。地面対地面の対決。現在のところ残るポケモンは2対2。両者一歩も譲りません。どうしようかな。うわこれどう。なんか技もすごい似てるんですけど何が効くのっていう感じなんやけど。これだな。どっちが先かな。よし。うわ当たれ。さあこの場面でイケイバ当たれ。おっとこれはいまいち。え今一つか。えマジ全然効かんやん。これ効くの。私効くかどうか分かんなかった。これはこれ効くんだ。しかも急所に当たった。いや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 、なんで。いいねいいね。効きすぎでしょ。いいそれはやばいな。いけ、地震回線。うわさあここで効かない効かない。いやいやいや、これ選択ミスだな。今のので最初のまずいな。どうだこれは。よし、うわ耐えた。ナイスナイスナイス。ハンド受けた。しかもよし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 。ハンド受けるんだ。よし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 。やばくねこれ。突破したな。普通にやばくね。やばいやんこれ。てかなんでそっちの方がずっとスピード速いのよ。いやまあそれは速いですよどう見たって。なんでよ。そんなずるくない。よーしゃ倒した。はーい、オッケー。いやカラカラは突破しておきたかったから。私まずいんだけど。ポケモンは1匹しか残っておりません。ロコン。ここでロコンの登場だ。あかわいい、かわいいな。これどっちが早いかな。残るポケモンは2対1。いやこれきついな。戦闘が続いています。また地震。ハンドの方が早いんじゃない。うわこちら。やっぱそうか。よし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 。これはどうだ。これでイーブに持っていけるね。おっと急所攻め。おっとダウンだ。イーブ。ん、イーブ何が。さあ使えるポケモンは両者とも1匹ずつしか残っておりません。あ、イーブンね。イーブイに持っていくって何なん。いやだから何だろうって言ってた。俺イーブイ持ってないのにと思って。どういうこと。イーブン。さあ主人公といえばピカチュウでしょ。いくぞピカチュウ。ピカチュウ可愛いんだけどね。勝つぞ。うわどれでいくかな。まあ俺の方が素早さ間違いなく早いんだけど、これだな。ピカチュウといえばこの技でしょ。そう10万ボルトよ。いけ。きついな。うわ微妙。どうだこれ。うわ怪しい光か。あーなるほど、そうきたか。そうきたか。うわこれちょっと迷うな。どうしよう。両者とも睨み合ったまま動き出せ。どうすんかな。え、これか。どうしよう。いやちょっとかけたなこれは。ちょっとミスったか。あーまずい。あー自分殴っちゃった。ピカチュウ。うわおっと。うー
わー、ダリー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 だ、普通に。いや、だるいな、これは。まあ、どれしても一緒だな、当たんねえから。オーケー、混乱解けた。オッケーオッケーオッケー。まあ、混乱解けただけ、とりあえず。ありがたい。おっと、攻撃が外れた。どれぐらい効くかやな。いや、効果抜群でしょ、だって。激しい攻撃、攻撃確率。いやー、急所にヒット。マジかマジかよ。いいですね。これでも3人だからサクッと終わるね。マジか、一瞬で負けちゃったな。まあでもいい勝負だったけどね。どうする？いや悔しいな。3対3だったし、もう1回ぐらいする？とにかくバトル。そうね。これでももう1回選んだらメンバー変わんのかな。一回やってみるか。うん、そうね。じゃあもう一回やるか。うん、もう一回やりましょう。いや、俺負けちゃったんで、またリベンジ戦だわ。勝ったよ。これで2勝1敗です。いやいやいや。え？2勝。2勝、まあいいわ。よし、やりましょう。ちょっともう一回やりましょう、じゃあ。はい。いや、悔しいな。いやいや、逆になった。逆になっただけじゃん、これ。毎回こうなるのか、もしかして。さあ、どうしようかな。こうなるとどうしようってなるんよね。まあ、せっかくだからさっき出てないキャラクターを選んであげたいな。まあね。オッケー。え、さっき出てないやつだけにしたの？俺はさっき出てないメンバーをちょっとしてみました。ちょっとそれぞれの活躍をもう見てみたいなと思って。あ、そうですか。じゃあ私もそうしましょうか。さあ一発目。私はネアスでございます。だと思ったよ。せっかちなあなたのためのバトルです。ピッピー。せっかちな。可愛いなピッピー。聞いた今。え？せっかちなあなたのためのバトルですって言われた今、このとにかくバトルを選びたいからっていう。え？うわ、どうすかこれ。お前マジか。面白いな。行ってこい、ニアス。お前そんなことできるのか。何？なんと雷覚えてます、こいつ。マジ？全然効かん。全然効かない。さあ、これは賭けです。え？何それ？黒い霧か。ステータスが戻るやつ。どっちも意味なくね？意味ない。両者とも大健闘。何もなってないから。いや、でも私はこれで行きたい。これどれどう、まあ、とりあえず雷ひたすら打つしかないな。当たらない場合もあるからね、雷は。そうなんだよね。あー、いい、当たらない、いい、バンバン当たる、バンバン当たる。さあ、え、下で舐める、やだ。なんだこれ。さあ、今度は攻撃を待って。効果がない。効果ないの？一応どうしよう。大いに高まっております。指を振る無理では。いけ。さあ、これはよし。おお、結構効いた。ナイスナイス、いいね。きついですね。雷、俺メガトンパンチしてくるかと思った。実は雷覚えてた。ダメージ、いやいやいや、入りすぎやろ。入りすぎやろ、ダメージ激しいバトルです。あ、いやでも向こうの方がどうせ早いからね。早いね。もう死ぬやん、これ。確実に倒しておきたいな。いけ。猛烈な突進。よし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 、いいね。おっと、ダウンだ。いいよ。そう、新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。どうすっかな。あえて雷を覚えてるニャースの前でゼニガメ。あ、忘れてた。いけ、ニャース雷よ、もうこれは。お前変えんだよ。いや、だって雷のことすっかり忘れてたの。早えな、お前記憶喪失が。いや、雷忘れたわ。嘘でしょ。忘れた。もうびっくりしたわ今俺。え、サービスかと思ったもん、ちょっと。さあ、この場面で。はぁ、バカにしてんのか。全然聞かないわ。サービスするわけないでしょ。バカな。
お前俺のセーフだよそれ。本当だ。バトルの姿勢に移って。早えな。いけ、いきます。もうできるだけダメージを与えてこい。よし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 、今回は勝ちそうだな。きついなこれ。宿り木の種。おっと、宿り木の種。よし、当たった。打ちけた。死にそうなニアスにあえての宿り木の種。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らした。年やれんじゃねえかこれ。もう取れてんやん。これはどうだ。宿り木の種。激しく。よー。やばいんだけど。よし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 。これニャース一族強い説あるな。ペルシアンも強いけど。そうだ。これはもう雷で一発。これニャース一体でいけるのでは。さあ最後のポケモンになった。それはきついって。ていうかさ、なんでいつもさ白さんの方がスピード速いの。いやでも毎回そっちが先行なんけど。でニャース素早さ速いんじゃないの設定。さっきから。いやそんな言われても、そんな言われてもさ知らないよ。はぁじゃないわ、知らないわ。よし、いやもう当たんないでお願い。容赦しないぜ。よかった、危ない。冷凍ビーム波乗りのが効くんじゃないの。大丈夫それ。冷凍ビーム。あー死んじゃったわ。ニャースありがとう。お前すげえ活躍してくれたわ。リターテで十分ですよ。どのようなポケモンが登場するか。いやもう終わるやんこれ。謎の草ですね。終わるやんこれ。さあ行け謎の草。ここで謎の草の登場だ。行けるでしょ謎の草で。現在のところ残るポケモンは2体1。両者激しく火花を散らしております。すればいいのよ。水系の技以外になるよな。冷凍ビームか怪力じゃん。正直何が効果抜群なのかわかんねえんだよな。わかんない。両者とも睨み合ったまま動きません。どっちが早いんだこれ。あそっちが早いの。あ早いね。ゼニガメ早いな。激しい攻撃。いや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 、でもそんな効いてないな。大して効いてない。いけ花びらの前。美しい。いやちょっとやめて。やだよー。やだやだやだ。めっちゃ効いたじゃん。めっちゃ効いた。はぁ。よし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 。戦う構えに入って。あ花びらの前ってもしかして反動出るのかな。今俺何も操作できない。そうなの。何も操作できなかった今。違う、また舞うんじゃないのこれ。あっ、暴れている。暴れている。あそういうこと。よし。いや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 、おかしい。よし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 、勝ちました。ありがとうございます。勝利でございますね。いやおかしい。大健闘の末。おかしい。ありがとうございました。これおかしい。これおかしいってない。ちょっと待って。何を待つのよ。これおかしい。何にもおかしくないよ別に。もうこんなことダメじゃん。ダメってこともあるよって。お前それ言うだって。そんなえダメや。そんな何がダメなのよ。どうすんのこれ。何が。じゃあもう引き分けやな。とにかくバトルは1勝1敗したから、はい、今、はい、全体通して、はいはい、ね、最初のバトルは白羊の勝ち、はい、一勝ね。勝ちました。次ミニゲームバトルは私の勝ち。はいはい、勝ちました。トムコの勝ち、はいはい、いいね勝ちで。あいいですよどうぞ。で、うん、とにかくバトルは、うん、まあ、2試合して1勝1敗なので引き分けです。そうですね。ってことは今1勝1敗1引き分けですね。あまあまあ確かにそういうことになりますね。そうなるね。はい、そうだね。じゃあ次に持ち越しか。どっちが勝ち越すかは次に持ち越しだよもうそれは。ああ。悔しい。まあだからなんか引き分けなのに最後負けたらすごい悔しいんだけど。すげえ悔しいわ。なんかしかもメンバーそれだったらそのままにしてほしかったわ。そんなん言ったってしょうがないだろ。もうそのちょっと、まあ、聞いただってな。レンション、とにかくせっかちのあなたのためのバトルって言ってんだから最初から。そんなもう選ばせる暇いりませんからってこっちが提示してやってんやから。そんなん言ったって それはしょうがないね。ああまあじゃあ次回の持ち越しということで。そうやね。まあポケモンスタジアム2はいろいろ遊んだから次はまた新しいゲームで対決するか、まあちょっと分かんないけどまたこれするかもしれないし。そうだね。いろいろ2人で話してまた決めて動画にしようかなと思います、うん、ちょっと夫婦対決はね、まあ、ずっとやっていきたいしね。やっていきたい。ちょっと私が勝ち越したいので。いやお前が勝ち越したら終わるってわけでもないから別に。え
当たり前ということで、そろそろ終わりにしますかね、はい、そうね。じゃあまた次回もよかったら見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。